アネッサ、強い日焼け止めって苦手だった。でもアネッサは違うの。紫外線を防いでスキンケアまでしてくれるから、サンライズ光に包まれてずっと美しい肌でいたい。私は妥協しない。スキンケアするビューティーサンケア、アネッサ。なんか緊張しますね。やっぱりでもシャッターがすごくて、なんかこれがモーメントだと思ってすごく嬉しかったです。今日は本当に一生忘れられない日になると思います。こんにちは。台本なかったですけど、言えなかったので出て。春菜さん、外ロケ多いですよね。多いです。本当に過酷なロケ多いですよ。結構最近一番過酷なのは、朝4時から仕事して、次の日の朝1時までずっとお仕事だったんですよ。同じお仕事です。そうなんです。でそういう時もやっぱり外のロケばっかりが多かったので、そういう時にしっかりと日焼け止めは冬だからって言っても絶対にしないといけないからね、これね。冬が本当に、そうなの。アネッサ実は19ぐらいからやってるんですよ。もうね、何年前ですか。もう26年ぐらい前。26年。そうだよね。今年45。そうなの。言った方がいい。言ったな。でも見えないからシークレットにしてていいと思う。昔私たちの時代ね、結構同年代の方いらっしゃいますけど、焼くのが流行ってたんですよね。で、女の子は顔だけは焼かないようにして、体は焼いたりしてたんですけど、こんな大きな黒い携帯電話持った人ね、ジェットスキー乗りに行こうとか言われて、もう行ってた時は顔にいつもアネッサ塗って、結構重ねて何度も塗ってたんですよ。さすがですね。ちょっと渡辺さんが圧倒されてましたけど渡辺さん、行かないで、本当にごめんなさい、古い話ね、先輩女性のおっしゃることは参考になりますね。はい、とても参考になります。ボロ